だるま、ありがとうございます。楽さん、じゅう、こうさん、かわいい、ありがとう。たかしんさん、ペロペロキャンディ、しんいちさん、お疲れ。とっつぁん、じゅう、さとこさん、ハート。じんらいさん、お疲れ。みぎたびぽさん、スターライト、ん、スターダスト、スターダスト。大吉さん、かわいい、ありがとう。コーラさん、じゅう、ありがとう。こんばんは、パちゃんです。明日は福岡に行ってまいります。明日は福岡でイベントに出演いたしますよ。和也さん、天使、ひまわり、さいたさん、ゲームギフト、陣内さん、スターダスト、春坊さん、ジュ、しんいちさん、テキサスのロンスターさん、ジュ、ありがとう。ガトーショコラさん、ゼータン、森健銀河さん、スターダスト、ありがとう。ベンジャンスイズマインさん、おだしさん、さんちゃん、マイセンタン、ジュー、BD マンさんもジュー、ありがとうございます。そらそよかさんや、ハート、ありがとう。あきもさんもハート、ありがとう。こんばんは。そう、明日は福岡組と、あとリリーベ組もいて、リリーベ初日も明日あるんですけど、6人バージョンの新曲、多分初披露になると思いますので、要チェックですね。明日は尼崎でリリーベです。6人リリーベに尼崎行って、6人福岡でちかっぱ祭出演って感じです。シェンさん、ジュー、アルテミスさん、スターダスト、ありがとう。ベンジャンスイズマインさん、ジュー、ありがとう。さゆっちょさん、天使、ありがとう。アルテミスさん、めっちゃきのこさん、ジュー、安尾くん、スターダスト、クロさん、ペロペロキャンディ、かえでさん、花束、西さん、かわいい、さとこさん、スターダスト、しんいちさん、お断りです。ちんさん、じゅう、かめさん、天使、ありがとう。そう、あのね、ついさっき、つい数十分前に STU の公式 X で投稿されて知ったんですけど、あの12月3日のバワーワンビさんのイベント、私も出演するらしくて、でお話し会が一昨日あった時にね、パセリ出ると思ってもうチケット取ってますって方が 3,4 人ぐらいいたんですよ。でもパセリはスケジュールに入ってないから出ないと思いますよって、今んとこスケジュール入ってないのでって言ったんですけど、もう取ってるよって言われて、ちょっと私もさっき X 見て知ったんですよ。びっくりしました、出るらしくて。でもチケットの受付は10月ぐらいから始まってるので、先着がもう終わって、一般受付が11月2日から始まってるって感じみたいで、STU の出演自体は発表されてたけど、出演メンバーが今日発表された感じです。そんな感じです。ソーリーさん、ジュ、ありがとう。ソラホさん、ハート、ありがとう。しんいちさん、スターダスト、石川先輩、かわいい、ありがとう。カメさん、天使、ありがとう。ミハヒナさん、ジュ、石川先輩、お断りです。流星さん、ジュ、アルさん10周年クマ、いっちゃんお疲れ、ありがとう。そう、3週連続福岡に行きます。明日が福岡でちかっぱ祭に出演して、その次の週があのバババンビさんの今日発表されたやつに出演して、その次の週がリリーベで、翌日にあのお話し会とツーショット会があるって感じなので、3週連続福岡です。こんばんは。いっくん、レインボースター、ありがとう。いっちゃん、ハート。まるさん、スターダスト、ありがとう。だるまも、ありがとう。クックさん、スターダスト、ありがとう。サゴーズさん、ラブレター、ありがとう。ね、びっくりです。ちょっと今コメント追いつくのを頑張るね。アルフォートさん、お断り。メロンのあそこさん、アイス、ありがとう。しんいち30、ありがとう。
黒さんだるまありがとう。トールさんアイス、黒さんハート、いっちゃんラブレターありがとうございます。りょうさん天使ありがとうございます。今日福岡にいました。あれどうして、どうして今日。レネさんハート、さとこさん花束ありがとう、ギバさんスターダストありがとう、ろう人形さんありがとう、スタンプありがとう。明日のちかっぱさ行きます、よろしくお願いします、よろしくお願いします。明日は夕方から出演でございます。ソーリーさんだるま、しょうさんラブレタありがとう、ありがとう。みつさんじゅうありがとう。ね、サヤン髪切ってましたね、びっくり。でも私も切ったんですよ、結構切りました。10センチぐらい切ろうと思ったら15センチぐらいは多分めちゃめちゃ短いよ今。ちょっと今日巻いてるから分かんないけど、私もね実はね先週ぐらいに切りました。でもサーヤンほどの変化はないからそんなに気づかない人は気づかないぐらいだけど、アザージャケットサイン会の日にはもう切ってました。生誕祭の次の日に切りました。そう、福ちゃん天使ありがとう、高見さん天使ありがとう、流星さん10、かまちゃんハートありがとうございます、ありがとう。そう今日は朝からお仕事があったからメイクさんに編みたらししてもらいました。編みたらし髪切ってからあんまりアレンジしてなかったので、初メイクさんにアレンジしてもらった日が今日だったんですけど、あ昨日か、昨日はなんかここでくるくるするまとめるやつして、今日は編み込んでみました。時すでにお寿司さん天使ありがとう、和之進さんお疲れ、ろう人形さんゲームギフトありがとう、さんちゃん10ありがとう、神代さんかわいいありがとう、ジロくんお断りです。こんばんは。和之進さんお疲れありがとう。ね、びっくりよね、私が言ってあんな切ってたらびっくりよね、あれって画面で見る写真が長かっただけかなって錯覚かなって思っちゃうね。私もさ、ネットニュースかなんかのなんかの写真を見て X でえってびっくりして、夕方ぐらいにサインに LINE して髪切ったのって言ったら切ったよって来てびっくりでした。明日はサヤンと一緒です。明日ヤンゴローと久々にイベント出ます。パセリに日本国の推しの生誕祭で大阪に行ってきます。あら、その前にリリーベはいかがですか、兵庫尼崎パセリないけどパセリないけど東京から帰ってきました。おかえり東京勢、おかえり。どこやったっけ、東京のどこでしたっけ、昨日教えてもらったのに。池袋か、池袋勢ね。沖さんも髪切ってました、沖さん頻繁に髪切ってる気がする、伸びてきたと思ったら切ってる気がする。キャナル下見してきた、お早いね。キャナルは再来週キャナルですね。おっさんラブレター、ぶんさん、まもるさん、いはくさん、じゅう、かずのしんさん綺麗だねありがとう、くどきギフトありがとう、くろさん、しんいちさん、スターダストありがとう、ミスターさん、だるまありがとう。笑顔のチャンスの MV ロケ地巡礼してきた、おお見ました、投稿見ました、ありがとうございます。
明日の髪どうしようかな悩むな。でも明日って今日より寒いらしくてね、寒いなら首周りに髪の毛あってもいいかなって。私いつも汗かきすぎて首周りにこういう髪の毛があるともうすっごい顔とかの汗でこうやって張り付くんですよ。結構それ悩みで、でもどうしようもできないからパウダーとかで髪がひっつかないのを抑えてもこうやってターンした後とかずっとこうやってこうやってするの好きじゃないからさ、ライブ中に髪触るの好きじゃないからもう放置して踊るしかなくてね。でも明日涼しい寒いぐらいならおろしぐらいでもいいかなと思うけど、どうしようかな。ブンさん10ありがとう。いや室内です室内だけど、そう室内だからどっちかっていうと空調で暑くなる可能性もあるけど悩む。え今日寒かったよね。寒すぎたもん。今日は朝5時半に起きたんですよ。で6時半ぐらいに家を出て行ったんだけどもう寒すぎて凍えました。ジャーパングさん、スターダストありがとう。鈴木一郎さん、だるまありがとう。津賀さん10、しんちゃんさん10ありがとう。パイのみさんも10ありがとう。みんな寒かったのか。え、明日の方が寒いって聞いたけど本当ですかね。明日の福岡は今日の広島より暑いみたい。あ、そうなの。ありゃ、じゃあ今日みたいに怯えなくていいかな。いや今日はね朝が早かったのもあってより寒かったんよ。また今日のね収録については解禁されたらお知らせしたいと思います。おみかんさん、天使ともやさん10ありがとうございます。明日から忙しくなるので今日はたくさんあのねしました。ありがとう。あのね、あのね嬉しいです。あのねカイロね、確かにカイロ買っとかなきゃじゃん。メモしとこう。カイロカイロ忘れそうや。まだ去年のがあるけどすぐなくなりそうや。サンフレッチェ見に行ったの。サンフレッチェ今日ユナユナも行ってましたよね。ユナユナの時はお仕事一緒だったんだけど終わってから行ったらしい。やっほー、こんばんは。ミューラーさん10周年くまありがとう。明日の朝は広島今日より寒い。どうしたらいいの、何着てったらいいの。でもすっごい防寒に割り振った、何振り切った、防寒に振り切った服装で行くと明日はいろんなアイドルさんもいらっしゃるし、新幹線とか乗ってる時に福岡に向かうファンの方に会って「STU の私服ださ」とか思われたら恥ずかしいじゃないですか。どうしよう、何着たらいいんだ、難しいですね。むずいね。 USB 回路、私あれ欲しい、あれ買おうか迷ってるんですよね。無印の湯たんぽ、なんかめっちゃいいらしくて昨日流れてきてね X で無印の湯たんぽがいいよみたいな、車の運転中も寝る時もずっと一緒みたいな投稿見て素敵と思って、湯たんぽを買ったことがないのでね、湯たんぽ。遠征は荷物コンパクトにしたい、わかる、そうなんだよね。そう、私あとさ最近メイク道具を持ってくのがちょっとめんどくさいから、眠い中早起きして家でメイクを終わらせていくとか、重たいファンデーションとかって瓶に入ってるんですよ。で下地も瓶に入ってるからファンデーション系だけ重たいやつだけもう先に家で終わらせるとかしてもう荷物減らしてる私も。
ね、荷物減らしたいですよね。明日も少なめがいいな荷物。最近私はもうモコモコのちっちゃいサイズのバッグの大きさで出かけられるようになったので、前まではねレッスン行くにも大荷物だったけど。かずきさん10ありがとう。スペイベ早めとギリギリどっちがいいと思う？関係あるんかな。でもギリギリを忘れそうな気がするから早め。でも早めにして不安になって後からまた買って申し込んでみたいなしてしまうなら、ギリギリまで家のなんか神棚とかに飾っといて、シリアルナンバーを飾っといてギリギリに入力か、もう愛着を沸かせる。ずーっと仕事行くにもおたかつするにも一緒に持ち歩いて、もうすっごい仲を深めてシリアルナンバーと応募する。シャンプーボトルごと？私シャンプーボトルごと持ってったことないよ。シャンプーボトルはもうホテルのやつです。コウさんお断りです。無印の湯たんぽどうなんだろう、お湯入れるやつなのかな。あいたかさん10ありがとう。ぶんさん10周年くまありがとう。また出しっぱなしだよ。嘘嘘じゃん、また出しっぱなし。最近さちゃんとチェックマークをするようにしたのに。嘘、私の舞台出てる？嘘やん。あ、入れなくなっちゃった。たかしんさん花束ありがとう。マリオ2さんハート。みきやくん10ありがとう。ログインできなくなった iPad で。あ、できるか。私出しっぱなしなの？嘘じゃん。出しっぱなしっていうのは自分のドゥームズデーの自分の舞台を、自分の味方たちのイケオジたちを、本当だ出てる野生のパセリ舞台、ほら野に放たれてる私のこれ、本当じゃん。お家に帰ってほしい。ちゃんと門限返しました。おかしいね、最近はちゃんとできとったはずなのにな。そう、門限を9時にしよう。門限9時ってことでもう返しました。ふう、野生のイケオジ。しつけがなってないちゃんとしつけしてきますね、気をつけねば。台湾ジョジョさんラブレターありがとう。あ、アイス買いに行っとったんかな。そうかもしれんね。こんばんは。野生化しとるわ。返しました、しっかり返しました。クリスマス婚、いやクリスマス婚はね詳細で出るまで誰も当たらないと思うんだけど、どうかな。どんな組み合わせか誰も当たる人いないと思ってるけど、どうだろう。詳細早く欲しいですよね。みんなもお話し会でもめっちゃ言われたでもパセリに言ったとてなんですよ。ごめんねしか、そうだよねしか言わなくて本当に申し訳ない、申し訳ないんだよね。ミックさんハートありがとう。なるかな。いや去年はクリスマスコンサートが一公演だったので全員
2.5 期も全員出てたんですけど、今回は2日間で4公演あるのでね、にんどうですかね。宿高い。いやそうだよね、しかも土日だもん、絶対に高いよ、ね、年齢別。え、年齢別だったらどう分けるんよどう分けるんですか。さとこさん10ありがとう。年齢別は、私の最年長チームはどこまでが含まれるんですか。2日間宿取った。さすが早いね。早いですね。今日誕生日迎えたよ、おめでとう。わー、32になって試合やした。だって6個上、パーセの6個上、おめでとうございます。お誕生日はとてもいいこと。今月誕生月ですね。誕生月のなんかもらえるものをいっぱいもらっときましょう ね。誕生月はとりあえず31行って、あと無印良品行って、あとはま寿司に行って、あとなんだっけ、あとローソンローソンのなんか誕生月の人はスイーツ50円引きだよみたいなやつもらったけど、まだ行ってません。やばい、もう今月終わるんですよ。知ってましたか、あと5日で今月終わるって。びっくりだよ、だってさ来週にはもう12月だからね。早いな。森蔵さん10ありがとう。クロさんバラありがとう。マスク依存症さんペロペロキャンディーありがとうございます。ね、12月や、早いな。オフィシャルサイトから CD 届いてパシジ引きした。お、オフィシャルサイトってことはソラパセじゃないの。ソラパセ生写真じゃないの。誕生月ね、なんかあんま誕生月って感じしなかったですね。来月も誕生月の余韻に浸っとこ。そうだよ、ズームズで終わりよ。ズームズでのことムズでって呼ぶの、そんな略し方初めて聞いた。ムズで、ドゥームズで、確かにドゥームドゥームの言うてった。うん、流れが早く感じる。うん、でも S2 に入ってからずっと早いかも。1年、今までさ別に何もすることなく家で、朝から晩まで家でこたつでゴロゴロとかしてたからやっぱ引きこもりの1日って長いんですよ。ゲームとか熱中するものがあれば早く終わるかもだけど、私は熱中するものもなくずっと冷蔵庫を開けて、いやダメだ、我慢だ、食べちゃダメだで数十分後に待って冷蔵庫開けてダメだとか、そういうね、食欲と戦ってた、もう意味のわからん人生で一番無駄な時間を過ごしてたからその時はすっごい一日も長いなって思ったし、1年も長いなと思ったけど、今はねやっぱ活動があるから気づいたら1年が終わってく。あっちゃさんペロペロキャンディー10個ありがとう。もちはださんハートありがとう。ひろっちさんスターダストありがとう。かずさんスターダストありがとう。ハートもありがとう。そうよ、自宅警備員だったよ。本当に本当に自宅警備してた。なんかね、実家にいた頃に私の家の周りで警察の方がうろうろしてる時があってめっちゃ怖くて、でさ
ピンポーンって来て家族構成とかを聞かれたりするやつがあるらしいんですね。でも私は本物か分かんないじゃん、そんなね、ピンポーンって来て怖くてお母さんに LINE して、やばいピンポン来たんだけどみたいな怯えてました。ずっと家にいるからさ、家の周りでさ救急車の音がしたりとかも全部一日いるから、ちょっとしたことで怯えてた。カズノシンさん、天使ありがとう。うっかりあんこさん、お断りです。おみかんさん、スターダストありがとう。あれ本当に本物なんですか？一人で来たら偽警察らしい。本当？一人だったな。怖いよね。だって本物ですかって言って、本物ですよって言われたら、はいって信じるしか無理やん。ミッチーお断りです。あ、アバター変わってる。アバターがお話し会で話した通り変わってる。こんばんは。ミスターさん、小判ありがとう。家族構成担当変えるたびに来る。あ、そうなの？交番の担当ってことか。ほう。この前さ、バラエティなんで見たかな、月曜から夜更かしかな、なんかのバラエティのインタビューでそういうのあった。多分ハーフの方で、生まれてこの方ずっと日本に住んでるのに職質されますみたいな。で、交番の人が変わるたびに職質されるから、交番の人よりも自分の方が長くここに住んでるのにみたいな言ってた。でも確かに、確かにそうよね。自己紹介してくれるの？キャッチフレーズもしてくれるかな。どこどこ市から来ました新しくこの工場の担当になったなんとかです。山の香さん、ハートありがとう。ハート気まずいな、そんなされても。あ、よろしくお願いしますなんて返すのがいいんだろう。エネルギーチャージ系初見でユーミリンってことでしょ。そういう系でしょ。厳しいな、初見の交番の勤務の方のキャッチフレーズは。私も職質未経験、職質はまだない。職質そうだよね。私さ、本当にキャッチフレーズ変えたいんですよね。4年間ずっと言ってるけど4年間キャッチフレーズ変えたいなって言っても変えてないから、もう今更感ある。宮口さんハート、山崎さんハート、お疲れありがとうございます。お疲れ様です。なんか可愛いキャッチフレーズにしたい。あのね、そう、初期の頃にSTU48 の七並べの、シュタンプって言って、ウレピーとかなんかそういう送れるやつがあるんですね。でそれでお酒に失礼しますを選んだんですけど、そしたらファンの方が、仕事感出るからちょっと嫌だみたいな、プライベートの時間に仕事感出るから嫌だみたいなのを見て確かにって。しかもちょっと煽りじゃん、七並べとかさ、どんどん抜けていくゲームで、お先に失礼しますとか言って、なんかちょっと煽ってるじゃないですか、捉えようによっては。だからその頃から変えたいなと思ってるけど、あとさ、普通にメンバー同士でもお仕事先とかレッスンの時とかに、お先に失礼しますとか、なんかちょっといじられるのもあるし、あと私のキャッチフレーズを知らない外部のスタッフの方とかが、
じゃあお先に失礼しますとか言って帰っていく時とかになんか勝手に気まずい気持ちになるんですよ。ただ普通にねご挨拶してくださってるだけだけど、なんかちょっと気まずいなってなるけんね。だからちょっと可愛いアイドルらしい、うん、やつ欲しいなって思って4年経った。まこばやさんハートありがとう。え、私もねお先に失礼しますのスタンプはねバーストした時に使えますよ、ね、それが一番いい。なんかないですかね、パセリの名前にかかってる頃のいいやつ。最近何にハマってる？最近は何ハマってるだろう。ここ半年ぐらいはチーズケーキにハマってます。もともと好きだけどカフェのチーズケーキにハマってます。あとはアイスですかね。ここ4年ぐらいアイスにハマってます。そう、シナモンたくさんです。これはサーヤに去年誕生日にもらったシナモンです。この子サーヤからもらったの、こっちの子です。ここの目がちょっと隠れてるのが見分け方、見比べてみると、iPad が吹っ飛んでった。見比べるとねちょっと目が隠れてる。こっちがサヤにもらったやつ。今年も出てるらしい、これ違う色味のやつが。iPad ちゃん、ごめんなさい、抱きしめよ、ごめんよ。アイスの実のいちご、気になってました。アイスの実、さっぱりしたいな。今日さ夜ご飯にさ塩麹につけた鶏肉焼いたら口が今ちょっと脂っこくてアイス食べたい気持ち。アイス、リクロおじさん、わあリクロおじさん、あでもこの前食べたツアーの時。今日は編みたらしです、メイクさんがしてくれました。でも髪切ったからこういうさ短くなった分出てきちゃう。元気だな、元気な髪がおります。さっぱりしたい、ビエネット食べたい。ビエネット、最近ビエネットコンビニにもあるんよ。コンビニにビエネットあるんですよね。でもスーパーで買ったが安いのでスーパーでゲットしてます。チリツモです、チリツモ貯金です。牛タン、いいね牛タン。ネギ、ニンニク、いいね。私が今日ニンニク食べたらもう明日のステージ大変なことになっちゃうからね。いいなビエネッタ。しんいちさん小判ありがとう。モニュー、私さモニューおすすめですって言ったけど結局1回しか食べてないんですよね。モニューおいしい絶対リピするって言って1回だった、食べた回数。あれだから私のファンの方が買いだめしたよってモニュ買いだめしたよとか言ってたけど私より食べてる説ある。イルミネーション綺麗だった、わありがとう見てくれて。イルミネーションね毎年行ってるんですけど今年はねあれね実はリコチともこの前行ったんですよ。でもねリコチと行く前の日にソラハさんと約束しててでお互い寝落ちしてて行けなくってまた今度にしようって言った次の日にリコチとラジオ収録があってその帰りにお祭り行ってそのついでにイルミネーションも見ていこうよってなったんですけどパシちゃんも写真撮ってあげるよってリコチが言ってくれたけどなんかさ約束があった手前なんか先に見るの申し訳なくて断ってしまった。リコチの
写真だけ撮って、自分はもうなるべく景色を見ないようにして帰ってきて、でやっとリベンジしました。昨日1週間ぶりぐらいのリベンジしました。こんばんは。白い恋人、え、食べてない雪見大福ね、食べてないわ。駒田さんの配信見たらパセに雰囲気似てた。駒田さん面白いからな、ああなりたいです。私も MC とかもねすごい面白かったんですよ、アイドル時代。嬉しいけど、私もそうなれるように頑張ります。オパティに撮ってもらわんかった。そう、オパティビエネッタねえねえ、昨日のショールームで最近食べた広島の美味しいもの紹介しますねって言って、 iPad が同期されてなかったんですけど、また同期されてない、なんで電源落としとこうかな。電源オフにしとこ。こんばんは。あ、そう、昨日のショールームで思い出した。昨日のショールームの時にコメント欄に、あの10枚目シングルがカラオケに入ったらしいよってあったんですね。ショールームのカラオケに10枚目シングル入ったらしいよって出たけど、 STU で調べても出てこなかったんですよ。あのアーティスト名 STU で一覧見ても新曲の曲名なかったんだけど、なんと曲名で検索したら歌えたらしいです。昨日曲名の検索だったらありらしい。最近入った件かな。そう、マイキューさんが歌ってたね。そうなんですよ。だからまだなんか対応しきれてなかったのかもしれないね。なぜか今度ですね。ちゃんちゃちゃん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 、なんでだろうかね。でもっと増えたらいいな。 STU 曲入ってる曲と入ってない曲があるんですよね。マイキューさんが歌ってるやつが流れてきた。私の X さ、おすすめ欄に全然違うメンバーのファンの方の投稿出てくるんですよ。めっちゃ今日は誰々ちゃん あのファンクラブイベントとかそういうの出てくるんですよ。そう、多分私のことファンと思ってるんですね、 X のアカウントは。 X の、 あの AI は私をファン仲間みたいなの思ってるのか。そう、私のおすすめ欄ね、アイドルさんに紛れてSTU ファンの方の投稿結構出てきて、だからそういうとこであれみたいな、この人このメンバー推しだったのに違うメンバーのとこも行ってたんだなみたいなのを見つけることもあってね。そうで、この前はパセリのとこにも来てる他のメンバー推しの方が、あの若いロリロリメンバーの名前を投稿してて、それを見ちゃいました。おすすめされました。んってあれまたロリが増えとるわと思ってプロフィール見たら増えてました。そう、おすすめされたの。だから私はあの掘らなくても出てくるアカウント掘らなくても勝手に表示されてます。もう勝手に AI が判断して出てきますね。DD 発見機、そうなんですよ、出てくるんですよ。だからみんなもちょっとあの心をね、やっぱ X って何でも投稿しちゃうじゃないですか。だから注意ですよ、 X は日常をさらけ出しすぎると知らない人のおすすめ欄とかに載っちゃうかも。だからまず自撮りとか写メ会の
写真とか注意ですね。みんなの顔がさらされて現場で一方的に認知されて、あの人誰々さんだ認知されちゃうから、そこ注意ですね。要注意です。顔をスタンプで隠すとか、あと何ですかね、結構 SNS 特定されるっていうね。ね、住んでる場所、車のナンバーとかも注意かもしれませんね。あとアカウントの間違いに注意かもしれませんね。アカウント、あのオタ活用のアカウントじゃないとこでピョンとか載せちゃって、あれみたいな、で焦って同じ投稿の同じ内容の文章をあのオタ活用のアカウントでまた上げたら、さっき自分のプライベートの方で上げたやつで検索されたら、もうあの知り合いにまでプライベートの、あプライベートじゃない、あのオタ活用のアカウント赤バレするかもしれんし、 それいや多いんですよ、パセリメールとかでパセリメール、いや多いんですよね、アカウント間違ってるな、神子、あれ神子このアカウント上げてるなみたいなとか、あとはね、あパセリのメールの返信なのに違うメンバーのメールタグつけてんなみたいな、逆もある、パセリのメールタグで違うメンバーの返信してるな絶対これみたいな、私こんなメール送ったっけって言ったら、あの違うメンバーのやつの返信来てるみたいなのとか、それも結構 SNS では注意かもしれません。うん、え、そうだよ、瞳の中から家特定されたりするらしくて、でも私の今の瞳の中リングライトしか映ってないから、リングライトとスマホだから、気をつけて、明日は我が身だよ。田辺さん天使ありがとう、怖いな、ん、あなたしか映ってませんが正解、あアイドルの100点満点の回答、それかそれか、ヤンゴロの私が行ってきました、お、ヤンゴロの私か、私も行きたかったです、池袋、池袋りたかったけど、今日は広島にいました、広島の治安守ってたよ。しーちさんスターダストありがとう、おみかんさんアイスありがとう、え、そう最近体調いい感じ、でもずっとねここに3ヶ月ぐらい睡魔がやばいんですけど、でもあの春先とかの体調がずっと悪くて、そう、それに比べたらめっちゃいいです、春先は薬をいっぱい飲んでてアレルギーだったっぽいんだけどね、耳鼻科にもう頻繁に通って薬もらってて、喉がずっとガサガサしてるしイガイガするしっていう日が続いてたから、最近結構いい感じ、あでも花粉症です、最近もうくしゃみが止まりません、くしゃみと目のかゆみが止まりません、秋花粉です。おみかんさんアイスありがとう、みきやくんハートありがとう、レジ打ちで後輩の代わりに謝りまくった、え、いい先輩すぎない、でもそれでまた同じミスを繰り返してしまったらもう後輩さん同じミスを繰り返したらダメだぞ、でもレジ打ちは難しいもんな、レジ打ちいっぱい並んでる時とか焦っちゃうから余計ね、焦ってテンパっちゃう。あきもさん10、さとこさんスターダストありがとう、そう花粉っぽいです、くしゃみがもう
ずっとくしゃみしてる。ずっと朝から夜までくしゃみくしゃみ、クシュン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 。なんか私のくしゃみはしっかりあのクシュンって言うらしい。クシュンみたいな、あのそんなアイドルクチュンクチュンみたいな、その可愛いくしゃみではないんですけど、はっきりクシュンっていうタイプのくしゃみらしいです。今日メンバーに言われました。ひなさんのくしゃみ可愛いんですよ。もうザ岩田ひなっていうくしゃみをするの。レッスン中とかでも、ステージ上とかショールームとかだからとかじゃなくて、クチュンって言うの、本当に言うの、クシュンみたいな、え可愛いってなるくしゃみをねするんですよ。私はくしゃみを配信ではしないように気をつけてる。4年間、1回だけあるかも、4年間でくしゃみしたの。1時間かけて Z ウイルスの、え6の5まで行ってるの、すごすごむずいよね。あれデイリーギフトもらうために開いてるけどむずい。クチュン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 、いやくしゃみが可愛いアイドルいいよね。でも豪快なくしゃみをするアイドルいいよね。アイドルのギャップっていいよね。クシュンクシュンクシュンクシュクシュ。ちごさんのくしゃみ、え聞いたことないかも。おきさんとかも、えおきさんのくしゃみめっちゃ可愛いんですよ。おきさんもひなさんみたいなくしゃみするの、レッスン中とかめっちゃ可愛いんですよ。くしゃみくしゃみ、可愛いくしゃみに憧れはあるけど、もう可愛いとか気にしてられない。このムズムズを解き放ちたい。世に体内にいる何かしらの物体を世に解き放つためのくしゃみだから、もう気にしてません。豪快にやります。フィクションってクシュン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 。くしゃみ好きっていそうだよね。みつさんバラありがとう。くしゃみするときは、あのくしゃみとか咳するときはちょっと人もいっぱいいる方に向けてしないように気をつけてください。私ね、街歩いてるときにすれ違うタイミングで目の前でくしゃみとか咳とかされる率高くて、いや去年から思ったんですよ。すれ違う瞬間もうこことから辺でされること多いから、私の顔がその咳とかくしゃみが出やすい顔してんのかなと思うぐらいに、そうすれ違う瞬間にされること多くて、で人通りが多い時だったらまださいいけど、人通りのないパセリとすれ違った後とかでも全然ね良さそうな時とかでも、そうすれ違いざまにされる確率高くてね。人生さん音符とハートありがとう。銃もありがとう。最近は少なくなったかな。一時期ねめっちゃ多かったんですよ。あ今日もくしゃみされた。一日に何回もあったりするの、そういうのってね。あついてないかなと思っちゃうね。あるよねそういうの。昨日さ、あの収録の楽屋にハイチュウがあって、運試しハイチュウがあってね、大吉何もかもうまくいくみたいな書いてあったけど、そうでもなくて結構昨日も落ち込むこと多かった。落ち込むこと多かったです。質問です。配信してない時の YouTube 動画設定はメンバーがしてるんですか。いいえ何もしてません。勝手にされてます。メンバーはノータッチです。勝手にもう配信が終わった瞬間 YouTube は出るようになってます。
何も触れてない。メロンのあそこさん、ファイト、ありがとう。はいちゅう、はいちゅう、今日はいちご味食べた。昨日は青りんご久々に食べた。最近私のハイチュウね、桃です。桃食べることが多かった。プレミアムハイチュウの桃と、あと酸っぱいチュウってやつがあって、酸っぱいチュウとかよく、あの卒コンのリハ期間は酸っぱいチュウいっぱい食べてたけど、昨日楽屋で久々に青りんごとイチゴ食べたら懐かしい味がしました。小学校の頃思い出すような味、よく食べてた。今日ハンマーで配信しようかね。確か今日ね30分ぐらいで終わろうかなとか思ったけど、普通に1時間話してました。ちゃんとみんなに何時に終わりよって言っとかないと喋り続けちゃうから。明日もイベントあるのでね、もうどんどん喋っちゃうから、みんながコメント打ってる間にあの会話の流れ変わっちゃうってよく言われちゃうので、事前に言っとかなきゃ。あと7分ぐらいです。ブーさん、ハートありがとう。歯の器具は大丈夫です。もう歯の矯正器具取って、今は裏に針金を歯に貼り付けてるからいけます。前まで矯正中にハイチュウとか食べちゃダメっていう理由が、あのなんかワイヤー、こういうワイヤーに、あ、こういう装置にワイヤーを引っ掛けて、そこをゴムで、こんなちっちゃいゴムでこうかけてあったよ。それが取れちゃうっていうので、カレーとかガム、ハイチュウ、プッチョとかそういう系禁止だったんですけど、今はもう歯に直接貼り付けてあるんです、今針金が。だからね、あのハイチュウもいけるしカレーもいけます。ただ歯磨きが大変です。フロスとか大変です。張り付いてるから隙間からどうにか磨かないといけなくて大変大変。フレーベさん、ラブレターありがとう。新一さん、十津賀さん、ペロペロキャンディーありがとう。こんばんは。そう、カレー食べれるようになったの。そうなの。いや最近カレーハマりそうなんだよね。去年ね、去年のあのコロナ療養中にコロナの療養パックが自治体から送られてくるやつで、なんだっけ、キーマカレー、いやバターチキンカレーか、バターチキンカレーが入ってて3食ぐらい入ってて、それにハマったんですよ一時期。でやばいって、カレーにハマったら、カレーってやっぱご飯も進むし、カレー自体も結構塩分高いからハマったらやばいと思って、一時期距離を置いてたんですね。ちょっと遠距離になったんだけど、この前カレー屋さんに行って、あのドライカレーを食べたら、やっぱカレーって美味しいなって気づいてしまってね。やっぱカレーって人気な理由、美味しいからだよね。美味しいし、お腹たまるし、おかわりいっぱいできるし、簡単に作れるし。ケイスケさん、スターダスト、リキさん、天使ありがとう。タケシさん、ハートありがとう。アシーさん、スターダストありがとう。もうね、ダメですねカレーは、沼だね。今までカレーは誰でも好きでしょみたいな人のことを、いやいやって、みんながみんなカレー好きと思うなよぐらいに思っとったのに、ハマってしまいそう、ハマってしまいそうです。右野さん、10個ありがとう。ソラハルームの YouTube 動画設定してもらえてない。え、そんなことあるの？ソラハルームの YouTube は何が流れてるんですか？ニコカレー行ってないよ。そう、ニコカレーの、あ、ニコカレー行ってみたいですって、コイラジでソラハさんが紹介してましたってこの前言ったら、あのパセのファンの方が投稿してくださって、お店の方が反応したけど、パセでニコカレー食べたことがないですので、
そう、申し訳ない、食べたことがないけど行ってみたいっていう話でした。私が食べたカレーは違うお店のカレーです。あれは田辺さん、スターダストありがとう。吉彦さん、お断りです。こんばんは。声ラジで紹介されたカレーです。あのニコカレーさん。福太郎さん、お疲れ。吉彦さん、お断りです。あ、そうなの、瀬戸チャレ出てたの。あら、瀬戸チャレ、瀬戸チャレまた呼んでくださいよ。ホームテレビさん、にゃん吉さん、10周年くもありがとう。吉彦さん、お疲れ。よつ、ありがとう。おつ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 。カレー、パセのおすすめカレー屋さんはあのクアトロ近くにあるね、めっちゃおしゃれカフェのカレー屋さんです。キーマカレー、林ライス風ドライカレーみたいなやつ食べましたこの前。結構メンバー行ってる、あそこなんて名前か分かんないけど、カレーなんだっけ、この前ショールームで言ったけど忘れちゃいました。なんでしたっけ名前ね、なんか言ったよね。私こんばんは。そろそろ壇上を読む時間かもしれません。壇上読みタイム、イエーイ。壇上を読みますよ。急に終わる。パセリルームは急に終わります。それでは行きます。13位、山崎春菜パン祭りさん、あ、フルネームで言っちゃった。12位、みつさん。11位、ぶんさん。10位、ふくちゃん。9位、しんいちさん。8位、かめさん。7位、おみかんさん。6位、じんないさん。5位、わうわうさん。4位、いっちゃん。3位、あっちゃさん。2位、まちゃるさん。1位、かずのしんさん。ありがとうございます。ありがとう皆さん、暖かくして寝てくださいね。とっても寒いので、今日明日とっても寒いと聞いたので、暖かくしてもこもこ靴下とかを履いて、お風呂上がりも足先から温めたアイスを食べるようにしてくださいね。湯たんぽとか持ってお腹温めながらアイス食べてくださいね。明日も頑張ります。明日福岡行ってきます。それではおやすみなさい。バイバイ。